皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回はやっと日本上陸したプリンセスコネクトを踏襲した新作 RPG、 美しき精霊たちと育む異世界物語エバーソウルを先行プレイしたので、大まかなゲームの概要やプレイした感想などをお伝えしたいと思います。お伝えする内容はこちらの9点。エバーソウルとはストーリーパートについて、育成について、バトルに関わる要素について、メデ要素、街づくり要素、みんな大好きガチャについて、エンドコンテンツについてプレイした感想、いくつかの内容は先行リリースしている韓国版の情報をもとにフォローアップしたいと思います。またゲーム内ヘルプリストをまとめた動画もありますので、不明な点があればそちらも合わせてご覧くださいませ。今年はチャンネル登録者1万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。まず本タイトルの概要から、タイトル名はエバーソウル、リリース日は未定、ジャンルはアニメ調 RPG、 開発はナインアーク、プラットフォームは iOS、Android。世界観は異世界転生ファンタジー。開発会社のナインアークは2019年に設立されたまだまだ新しい開発スタジオ。エバーソウル開発陣には、モバイルゲーム開発における10年以上のキャリアを積んだゲーム開発のノウハウを熟知している方々が多く携わっているようです。本タイトルは美少女育成型のアニメ調 RPG ということで、韓国版はリリース直後100万ダウンロードを突破し、リリース後の韓国モバイルゲーム市場における Google Play の売り上げは原神を抜くといった快挙を見せるなど、人気の高さが伺える作品となっています。そんなエバーソウルのゲームの概要は、美少女しかいませんストーリーの合間にバトルをこなしていくステージ踏破型で、バトルは5人編成によるスキルタップ型のオートバトル。育成はよくある内容で、キャラ育成、装備強化、スキル強化、バフ効果パネル解放。かなりのやり込み要素となっていて、1キャラを最終段階まで育成するには果てしない時間がかかる仕様。その他のコンテンツとしては、本作の売りとなる美少女たちをめでる要素や、美少女たちとイチャコラする街づくり要素。マネタイズはガチャやパック商品、月間パス。エンドコンテンツはわかる範囲で、挑戦、ダンジョン、アリーナとなっていて、韓国版では他にもいくつかエンドコンテンツが用意されています。ここまでが大まかな概要となります。続いてはこれらを踏まえて深掘り解説していきます。ストーリーパートはバトルの前後に用意されていて、読み応え、見応えのある内容となってます。フルボイスかつ動きのあるアニメ調の演出で見応えもあり、さらにキャラの立つポジションが色々と変化したり、キャラごとの掛け合いなどを見ていて飽きないです。さらにこのストーリーパートが意外と長いので、ちょっとしたアニメを見ている感じになれるのも良いですね。これは相当開発費かかっているのではないでしょうか。このクオリティを維持していくのはかなりきついと思います。続いて育成について、育成自体はよくあるパターンのキャラ強化、装備強化、アーティファクト強化、スキル強化、バフ効果パネル解放となっていて、結構やること多いです。キャラの強化はレベルアップとレアリティアップで、特にレアリティアップがかなり深いというか、鬼畜仕様になってます。レアリティが9段階もあるんですよ。種類としては、レア、レアプラス、エピック、エピックプラス、レジェンダリー、レジェンダリープラス、エターナル、エターナルプラス、オリジン、超越昇級となっていて、レアリティを上げるには同一キャラ2枚であったり、同じ属性でかつ同じレア度のキャラ2枚必要だったりと、レア度が上がれば上がるほど要求される素材となるキャラも育成していかなきゃならないといった仕様。これはね、稀に見る鬼畜仕様と個人的には思いました。さらにレアリティアップするとキャラのレベル上限が解放されるので、レベルを上げるための素材もかなり必要となってきたりと、やりごたえのあるド S 仕様の内容となっております。次は装備強化。不要な装備または強化素材を使うことで装備のレベルを上げることができます。次はアーティファクトについて、アーティファクトはキャラ固有のスキルを付与することができるのですが、キャラ育成同様、アーティファクトにもレベルとランクがあって、レベルを上げることでアーティファクトの基本ステータスが上昇し、ランクを上げることでスキルが強化されていく仕組み。当然このランクはオリジンまで存在していて、かなりド S 級の要素となってます次はスキル強化。スキル強化はキャラのレベルを一定まで上げることでスキルレベルがアンロックされる仕様。特に専用の素材とかはないので、キャラのレベルさえ上げていけば自然とスキルレベルも上昇していきます。次はバフ効果パネル解放。これはスキルボード解放とかに近いですかね。パネルは全12種類あって、パネルごと解放できるバフの要素と数が異なってます。
バフ効果は特定の種族もしくはタイプに対して付与されるものと全体に効果を発揮する3パターンがあって、全体に効果を発揮するものは放置報酬系の3種類、お金であったり育成素材となってます。ちょっとここで育成とは違うんですが、このゲームレベルシンクロ機能というのがあって、キャラのレベルを他のキャラと共有することができ、レベルの高い上位5体のキャラを基準にレベルの低いキャラにレベルを共有することができる仕様なので、レベルの低いキャラはすぐにある程度高いレベルにすることが可能となってます。次はバトルに関わる構成要素について。基本要素は3つ、属性、編成、陣形。属性はよくある火、水、風、土といった自然を表すものではなく、ヒューマン、獣人、エルフ、アンデッドで天使、悪魔となっていて、有利不利の関係はこんな感じ。有利の場合は 25% の追加ダメージを与えることができます。続いて編成について。5人パーティー編成でパーティーメンバーの組み合わせによってバフ効果を得ることが可能となっていて、効果はこんな感じ。同じ属性3体、攻撃力プラス 10%、 ヒットポイントプラス 10%、 異なる属性5体、攻撃力 10%、 ヒットポイント 10%、同じ属性3体と他2体、攻撃力 15% アップとヒットポイント 15% アップ。同じ属性4体、攻撃力プラス 20%、ヒットポイント 20%。同じ属性5体、攻撃力プラス 25%、ヒットポイントプラス 25%。こんな感じでバフ効果が変わってくるといった仕様。そして悪魔を入れた編成だと、ちょっとバフ効果が変わるみたいで、内容はこんな感じです。悪魔1体から5体を入れた場合だと、大きくバフ効果が変化しております。なので、悪魔を軸にした編成がよりバフ効果を発揮できるような感じとなってます。続いては陣形。陣形は4種類あって、それぞれバフ効果が付与される仕組み。1つ目は基本タイプ、最もバランスの取れた陣形で、2つ目はディフェンスタイプ、バランスが良くかつ守備的。3つ目は範囲攻撃タイプ、4つ目は近接攻撃タイプ。特に悪魔系を軸に編成を考えると、よりバフの効果を得られやすいものかなといった印象。続いては実際のバトルについて。バトルはフルオート型のスキルタップ式で、キャラアイコンの下に表示されている青いバーが 100% になったら、キャラアイコンをタップすることでスキルを発動させるといったお決まりの感じ。さらに画面下の長い青いゲージが 100% になった時に、キャラアイコン右側の扇アイコンをタップすることでアルティメットスキルが発動。スキルや奥義の発動時にはアニメーションによる迫力のある演出を楽しむことができます。またメインバトルとは別に、一部のステージではミニキャラをフィールド操作し、シンボルエンカウント式でバトルに突入するストーリーダンジョンが用意されていて、バトルの内容自体は変わらないのですが、バトルをスキップすることが可能となってます。次はメデ要素。メデ要素はキャラとの会話やプレゼントをあげることで絆が上昇。絆が上昇することでデートができたり、絆ストーリーが発生したり、エバートークという機能を使って各キャラとチャットしたり、いろいろとキャラと関わりを作れる要素が満載。絆ストーリーは絆レベルを上げることで解放されていき、最終的にバッド、ノーマル、トゥルーのエンドが用意されていて、見事最後トゥルーのエンドを迎えることができれば、キャラの専用衣装を手に入れることができます。目的のエンドに到達できない場合は、石100個砕いてキャラストーリーをやり直す必要が出てきます。続いては街づくり要素。キャラとの絆を上げる重要な要素として街づくり要素があり、自身の領地に施設を建てたり、キャラとの会話や依頼事を引き受けたりと、こういった要素をこなしていくことで絆が深まり、絆ストーリーへ発展していきます。よくある箱庭要素と恋愛シミュレーションを混ぜ合わせた内容となってます。続いてガチャについて。ガチャの種類はキャラガチャとアーティファクトガチャとなっていて、キャラガチャは4タイプ。一般召喚、ピックアップガチャ、タイプ別ガチャ、フレンドガチャ。排出レアリティの最高値はエピックとなってます。今回、キャラの排出確率表示が機能してなくて、実際のところわからないのですが、韓国版からの情報でフォローアップすると、一般召喚は天井30連で、エピック排出確率は 4%。ピックアップガチャはマイルシステムが実装されていて、40連ごとにガチャチケやピックアップキャラ、さらに専用アーティファクトがもらえる仕様。エピックの排出確率は 2.4% で、ピックアップキャラの排出確率は 1.6% となっております。
属性別ガチャはエピック排出確率 4%、 天使悪魔は排出しない仕様となってます。フレンドガチャ天井なしでエピック排出確率は 4% となってます。ちなみにチュートリアル5のガチャは引き直し10連が可能でエピック1枚確定。結構引き直したんですけど、エピックが2枚以上排出されることはなかったです。次はアーティファクトガチャ。入手したいアーティファクト3つをリストに追加することで排出確率が高くなる仕様。続いてエンドコンテンツ。エンドコンテンツは分かる範囲で挑戦、ダンジョン、アリーナとなっていて、挑戦はゲート突破とデュアルゲートの2種類。ゲート突破は常設解放のフリーゲートと属性別ゲートがあって、属性別ゲートは一定のステージをクリアした後に解放され、該当する曜日にのみオープン。次はデュアルゲート。デュアルゲートは合計10段階の難易度で構成されており、毎日初期化される仕組み。2つのステージがあって、一度出撃したキャラは他のステージに出すことができないので、しっかり育成したキャラが複数体必要となります。ここでレベルシンクロ機能が活かされるので、キャラが足りないよってなったらレベルシンクロ機能を使ってキャラを補充するというのも一つの手段かと思います。続いてダンジョン。次元の迷宮と記憶の回廊の2種類があり、次元の迷宮は2日に1度解放されるコンテンツ。4段階の難易度があって、クリアすることで次の難易度が解放される仕組み。保有している上位キャラ5つのレベルを基準に敵の難易度が決まり、参加する際には3つのバフから1つを選んで攻略していくのですが、4段階目は相当難易度が上がり、バフの選択をミスると攻略が難しくなってしまう感じです。記憶の回廊は毎週月曜日に初期化されるコンテンツで、メインストーリーのダンジョンの高難易度版、複数のマップを1週間ごとにローテーションしながら楽しむコンテンツとなっていて、難易度は固定なので次元の迷宮よりか遊びやすい要素と思います。次はアリーナ。PVP コンテンツとなっており、アルティメットスキルは使用不可能で、開始から戦闘シーンスキップして結果だけを見る機能などもあり、お手軽な PVP となっております。毎日5回無料で挑戦でき、攻撃と守備の編成が別々に存在するので、ある程度キャラが必要となります。また、新キャラ登場によってその時の編成環境が大きく変わるので、上位を狙うなら変化に合わせてキャラを整える必要があると思います。この辺は他のタイトルとかでもそうですよね。ここまでが基本的なゲームの紹介になるのですが、まだまだ解放しきれてない部分もあるので、遊びの要素がいっぱいあるのかなと思います。最後に遊んでみた感想ですが、正直面白いです。深い育成要素やオートバトル、シム要素、恋愛要素、さらにローグライト要素、様々なジャンルの楽しい要素をうまくまとめて一つのゲームとして成り立たせるのは正直すごいなと思いました。また売りの一つであるキャラを好きになってもらうための要素がしっかりと作り込まれていて、ストーリーパートではキャラそれぞれの魅力や性格が存分に楽しめ、さらに掛け合いなどもあり、見ていて飽きさせない。育成面では推しキャラを育成するために深いやり込み要素が必要となっていて、ゲームをやめさせない。タウン要素も同様で、常にキャラと会話を楽しんだり、街づくりに精を出したりと、やめる隙を与えない。なんかすげえゲームだなと。ゲームをやめる隙がないんですよ。育成やバトルはバルコネやプリコネを踏襲した形で、良くも悪くもよくあるオートバトル。戦力値があるので、できればストーリーバトルもスキップ機能があると嬉しいですね。オートバトルで戦力値がある以上、バトルをわざわざ眺める必要ないですからね。個人的に PVP くらいですかね、バトルを見ようと思うのは。現時点では特に悪目立ちする要素はなく、強いて言うならさっきのバトルスキップと、鬼畜な育成要素。キャラの精霊昇級が9段階となっていて、必要となるキャラの数も多くなるのでかなりきつい。それ以外はコツコツ楽しみながら遊ぶ分には問題ないです。全体通して面白く遊べるので、プロモーション次第では日本で受ける可能性を秘めているかと思います。はい、今回はプリコネ上位互換のエバーソウルのコンテンツ概要からプレイした感想をお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。視聴者さんの中でプリコネ遊ばれている方、このゲーム気になる方はぜひこのタイトルどう思ったか意見いただけるとありがたいです。ということで、今年はチャンネル登録者1万人目指しておりますので、この機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。